5時から5時半までは歌のアルバムの時間です。今朝は水曜日、水曜の朝に皆様にお届けするアルバムは千春由美子の花の演歌女子力です。朝からディープな女子トークをお届けします。さあ、歌のアルバムが今から開きます。この番組は悟空、日健ホーム、カラオケラウンジマイカの提供でお送りします。さあ、今週も始まりました、千春由美子の花の演歌女子力。この番組は酒井千春、八木由美子でお送りします。おはようございます。ただいま聴いていただいた曲は八木由美子で雪舞川です。はい、お盆も過ぎまして、はい、本当ですね。8月17日、早い早いということ、あっという間でございます、はい、もう日が経つのが早くて早くて、はい、でございますけども、今日8月17日は何の日かというと、はい、
プロ野球ナイター記念日。ナイター記念日、はい、初めてナイターライトがついたという日ですか ね、じゃあ、はいはい、まあ、ビール片手にね、うん、ナイターを見るっていうというのはいらっしゃる、多分そんなようなイメージしかないでございますけどね。はい、ちなみに私昨日姉さんの8月16日、姉さんの誕生日だということで、8月16日、おめでとうございます。昨日なんですけども、おめでとうございます。お誕生日を迎えましてね、はい、ちなみにいくつになりました？はい、初めての成人式何ためでございましょうか。ようやく成人になりました。はい、はい、おめでとうございますなんかまだこれからですね、はい、そうですそうです、はいはい、今日もですね、素敵なお客様に来ていただいております、はい、黒木美穂さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、いろいろ今日はちょっとね、はい、ちょっと違う方向で、ね、違うお話を、ね、聞いていこうかなと思っておりますので、はい、後ほどいっぱいお話しさせていただきますので、はい、皆様、はい、楽しみにしていてくださいね。よろしくお願いいたします。おかしなお菓子株式会社悟空、 QR コード付きせんべい、岐阜の名産品八乙せんべいをベースに販促品として喜んでもらえる商品です。チラシから食べれる広告へ、電話 050-5848-6383 まで。それでは第1弾ご紹介する曲はですね、本日ゲストの黒木美穂さんの城ヶ島、お聴きください。
優しさ追いかける、あなたに渡す昨日の心、岐阜。はい、改めまして、はい、門木美穂さんです。おはようございます。おはようございます。はい、3週にわたり早起きをしていただきました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。先週先々週とね、はい、いろいろ曲紹介やら、うん、プロフィール等を、ね、お聞きしたと思いますけども、はい、ちょっとね、ちょっとちらっとね、お店をやってるというお話がありましたのでね、はい、でそちらの方をね、はい、ちょっと今日は、はい、じっくりお聞きしようかなと思っておりますよね。でこの番組はですね、花の演歌女子力といって、はい、女子トーク的なことを話すので、はい、結構砕けていただいてもいいかなと思います。なんか面白いエピソードとかね、はい、そういうのもあれば、はい、ちょっと聞かせていただきたいですよね。はい、よろしくお願いいたします。はい、お店をねやられてるそうでございますけど、はい、どちらでやられてる？もう三十数年になりますがね、すごい、大口町というところで、はいはい、スナックギャルというお店を、はい、ギャル、はい、ギャルなんか生めかしい いいですね。なんかうん、はい、そちらの方をもうだいぶ30年ぐらいやられてて、ね、その当時ってギリギリ私生まれてるぐらいなんですけど、うんうん、年いっちゃった、うん、もう言っちゃったここいいよいいよファンの人みんな知ってから大丈夫、プロフィール公開してますから大丈夫でございます、うん、ギャルって言葉あったんですか？あの頃ね、沢田研二さんのオーギャルっていうね、曲が大ヒット中、はい、そこからパクって、そこからのネーミングで、はい、でも今でも言葉使いますよね、はいはいはい、死語になってないですもんね、ギャルって。ですよね、すごいですね、今ね、すごいですね、他の言葉は聞いても分かるでしょ、死語になってますけど、うん、ねえ、いいですね、ねえ、うん、いろいろね、そのお店30年やってらっしゃるってことは、うん、相当いろんなエピソードがあると思いますけど、ありましたかね、そこで例えば、はい、こうハッピーエンドじゃなくてもこうカップルが生まれたとか、そういう話はあります？その頃はね、やっぱりギャルというなほどあって、はい、女の子もたくさんギャルがいまして、そこへ通ってきたお客さんだとか、はい、が仲良くなっちゃって結婚したっていう、あ、結婚され、そこまで、下も言います、うん、そこまで、はいはい、あ、ちゃんと、はい、普通のお持ち帰りじゃなく、お持ち帰りじゃなくってね、そうちゃんと、うん、あらそういうハッピーエンドな、ね、そういう話もあるんです ねありますね、こうやっぱお酒のところっていうのは、そういうなんかこう色恋一定的なことっていうのはつきものでございますからね、うんうん、そうですよ ね、またなんかハッピーエンドになるといいですね、うん、ハッピーエンドの話あり、なんかわあこれは大変だったなみたいなっていうこと、ね、のもありますか？なんかやっぱそれも聞いた、あ、向こうのお店の頃ね、はい、ね、やっぱあったそうですわ、お客さん同士が、うん、今流行りのね、昔からあったのかな、不倫とかいうの、あ、未だに今はバレちゃうんですけど昔はそういうバレないというのか、こう、うん、情報がなかなか発達してなかったんで、携帯電話もなかったし、なかった時代だし、ああいうもう、うん、電話ですかないから、うん、そんな写真もね、うん、持ってかないといけない時代でございますから、うん、今なんてすぐフェイスブックでほらなんだって証拠バレちゃいますけど、わかっちゃうね、残る時代でございます、その時代だからひそやか、みんなそういう、女性も多分こ う、 う、 う、ね、こうちゃんとこうオープンにしな、隠れ宿じゃないけど、そういう感じです、そんな
歌になるようなことがあったのかなと思いますけどね。ですかね。だからその頃でも一緒になれなくて悲しいね、あの別れがあったみたいです、じゃあそういうね、人間模様を結構何十年も見てらっしゃったの、黒木さん自体はどうですか。私ですか。大いにアリーダがね。アリーダがね。やっぱりいろんなこう山あり谷ありみたいな。でもね、こっちが惚れてもね、相手が惚れてくれなきゃどうしようもないし。あ、なるほど、ね。逆のパターンもありました。向こうがものすごく言われてみたいなありました。しつこい男っていないね。あ、いないですか。やっぱり魅力がないのかしら。いや、そんなことはないと思いますけど、 なんかバリケードかなんか張ってます。きついから多分怖いんじゃないですかね。そういうじゃあお好きなタイプみたいなのはございますか。好きなタイプですか、はい、好きなタイプね、やっぱり包容力ですね。あ、やっぱり包んでくださるみたいな、そういうのがいいですか。私がきつくってわがままだから、はい、やっぱりもう何でも、そういう大人が好き。あ、その包容力っていろいろあるじゃないですか。いいよって何でも許すよっていう包容力と、はい、まあ、なんか包み込んで俺についてこいっていう、どっち。あ、何でも聞いてくれるっていう人。じゃあ尽くされたい。そうそうそう。はい、ああ、わかる。わかる。そうそうそう。あ、そうなんですか。うん、尽くすよりか尽くされたい。愛するよりか愛されたい。愛されたい。結構じゃあ、あの、性格的にちょっと男性っぽいところが、あるな。あるらしいです。男っぽいところがあるというか。まあ、サバサバしてらっしゃいますのでね。だからもうこんな長くね。お店も続けていけると思う、どこかで割り切らないと、はい、この業界やっていけませんよね、同じ 業界 で、ね、なんかすごくわかります、はい、お邪魔したこともあるんです、そうなんです、私もお邪魔してる、そうなんです、そうなんです、行ったり来たり、行ったり来たり、いいですね、はい、そういうね、とてもそういう関係、とても仲が良しで、ね、いいでございますけどもね、ありがとうございます、はい、それではですね、あの、続きましての曲紹介お願いいたします、はい、お願いします。では黒木美穂、新犬山幸太、聞いてください。
FM ギフ。八木由美子のお店カラオケラウンジマイカ、愛知県犬山市松本町 1-139、 月曜から土曜の夜7時から12時までの営業。電話番号056862-4003。番組も終盤となりました。あっという間でございましたけども、はい、黒木さんいかがでしたか。楽しいような緊張がまだほぐれておりません。でも最後はね、はい、ちょっと弾けましたね。そうですね、はい、いろいろお話していただきました。喋りすぎたから、はい、楽しかったでございますけども、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではスケジュールございましたがよろしくお願いいたします。はい、6月19日金山日徳ホール三橋道和先生津軽三味線ほか歌謡ショーで、9月25日が大口町若鮎会のカラオケ発表会で、あとは長良川観光ホテル、これまだ未定でございますので、またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それでは八木由美子さんスケジュールお願いいたします。はい、9月11日の日曜日、羽島文化センターで歌謡最前線の公開録画が行われます。出演は増山志太郎、島津悦子、パク・ジュノン、ケンジロウ、有明一郎、そして他私も八木由美子も歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、私ですね、8月26日は上地のオレンジハートさん、あ、南農町でございました、南農町のオレンジハートさん、そして、8月31日がモトスの方にありますマホロバでございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様に光のシャワーが降り注ぎますように、素敵な一日をお送りください。いってらっしゃい。それでは最後に坂井千春の柳瀬恋物語お聴きください。今宵寂しいあなた。